速攻するよ。今回は無課金さん枠だけを使って挑戦。タイミングが悪いとお時間かかるので注意。ほんのゴムを出して時間稼ぎ。速攻なのに時間稼ぎ？だからエクスプレス使うんです。一応レベル20の超特急でもウサギンくらいなら倒せるけど、目指してるところはそこじゃない。エクスプレスに準じた攻撃力が欲しかったら、ニャンコンボで上げてくださいまし。資金面調整が難しいなら、素直にアイテムで補いましょう。ほんのゴムの代わりに狂乱のタンク使いたかったけど、戻すの面倒って理由で縛りが効いてるね。早く敵の城に壁をつけたいところだけど、覚醒ムートを突っ込ませます。エクスプレスの都合で出したので苦戦しますよ。本当にレベル20でやる場合、狂乱のタンク、超特急、覚醒ムートを選抜して、使えるニャンコンボを選び、枠数を調整すれば真似事ぐらいはできるかな。この枠数に縛ったのは強くなりすぎたので制限をつけたんだよね。ガチャキャラの方が優秀なので、これはお遊び攻略と思っていただければいいんじゃない。神ムズも手段を選ばなければ速攻できるので、アッコンと教習のマックスで速攻考えてみようかな。ご視聴いただきありがとうございました。